ガンダーラは主に1970年代から1980年代に活躍した音楽グループ5代後の代表曲である。作詞は奈良橋陽子と山上道を作曲は竹川幸秀による日本テレビ系ドラマ最有機のエンディングテーマとして使用された。また現在でも最有機で孫悟空を演じた。 坂井正明が司会を務める世界一受けたい授業をはじめバラエティ番組で使われることがある。1978年10月に日本コロンビアからシングル版が発売され、彼らの作品としては最多となる160万枚以上を売り上げた。1979年の年間第6位。それまでは全種英語の曲ばかり歌っていた五代語にとってガンダーラは、 初の日本語四曲のシングルであった。デビュー以来ヒット曲に恵まれなかった五代号は、このシングルが売れなかったら、解散しようという話まで進んでいたという。今度こそヒットさせたいという意気込むメンバーは、どんな注文でも受けることにして、日本語の歌詞で、とのリクエストを受け入れた。しかし作曲者の竹川はそれまで日本語の歌詞に曲を、つけたことがなかったので、まず、ならばしに、 ガンダーラ美術のイメージで英語の歌詞を依頼し、それに曲をつけた。そしてその旋律に合わせて参上が改めて日本語の歌詞を作った。そのため、最初から日本語と英語のバージョンが存在する。竹川が作詞の奈良橋と話し合って、互いにエキゾチックな歌が欲しい、ガンダーラ美術みたいなもの、と話していたら、ガンダーラがそのままタイトルになったという。 また、奈良橋は、長年カナダにいたので、エキゾチックなイメージは、ガンダーラ美術くらいしかわからないとのことで、もともとこの曲の詩は、母校の国際キリスト教大学で学んでいた、考古学の授業で、中国文化の影響を受けたのがもとで、理想郷としてずっと頭に残っていたものだったという。曲も、最初に作ったものは、メジャーで始まりサビでマイナーに転じる構成だった。 しかしサビの部分が気に入ったプロデューサーの提言で全曲マイナーで構成することになった。はじめの方はすぐに作り直せたが中盤がうまくつながらず普段は頭の中だけで作曲する竹川もピアノを使って旋律を作ったという。ガンダーラは古代インド地域にあった王国でこの曲の中ではインドにあった理想法を意味するという彼らのバンド名の由来にもあるような 東洋の神秘的な世界への憧れがこの作品に込められている。このイメージからテレビ番組等でインド、シルクロード等の風景のシーンに用いられることがある。ただし、現在の領域で言うならガンダーラはインドではなくアフガニスタン東部からパキスタン北西部にあたる。最有機でガンダーラについて歌うということで、その整合性を突っ込まれたらどうしようかと思っていたが、 後から山蔵法師がガンダーラへ行ったことがあると知って、竹川は胸を撫で下ろしたという。ジャケットでは、ミッキー・ヨシノが、ッ八海、竹川が、佐合城、浅野高美が、山蔵法師、トミー・スナイダーが、孫悟空、スティーブ・フォックスが、妖怪に憤している。当時5代後のメンバーだったスティーブ・フォックスは、最初、ガンダーラという曲題を聞いて、ゴンドラだと思ったという。 やや遅れて発売されたアルバム最有機には英語バージョンが収録されている。ガンダーラセレブレーション1980年に古代語がサトリルレーベルよりイギリスで発売したシングル。日本で発売されたシングルとは異なる。企画番号はレスルマイナス66。前衛シングルチャートで最高56位を記録した。ガンダーラザバースオブジーオーデッセイ。 モンキーマジック5代語は最初に英語の歌詞を作り、それに曲をつけ、そして日本語の歌詞を作るというやり方を行っていたため、5代語の曲には日本語版と英語版が存在する。これら2つのバージョンは同じシングルに収録されることが多かったが、ガンダーラの英語版、ガンダーラはこのシングルには収録されなかった。ここでは英語版が収録された音源を記す。 この曲の日本語版と英語版は歌詞の違いはもちろん2番のサビ以降からの演奏も異なる。日本語版は2番のサビは1回だけだが英語版は2回繰り返す。感想も日本語版と英語版で異なるを記載する。なお、特記事項のない限りガンダーラのみをカバーしたことを記載する。ありがとうございます。